ちゃおうよ。マチコ行かます。今日は今日は行きましょう。ブレんな。よ。新シャワー浴びる？浴びる。You。シャワー浴びる？総合に。そう。なんだろう、総合に。総合的な。何がいいんですか？肉だな。赤のペンチ。遊びの定義。遊びの定義は何ですか？楽しいと思うことじゃないですか。あと何だろうな。真にとって楽しいことは何だろう。楽しいこと。あ、それ聞かれると難しいな。フットサル楽しいでしょ。楽しい。で言ったら遊びだ。うん。その遊びを、もっと楽しくするためにこのトレーニングをするから、これも遊びになる。遊びのためのトレーニング。でこの遊びのためのフットサル。用品を買うために働いてる仕事は遊び。遊ぶための体力を使う寝るはもう遊びになっちゃう。遊びになるんだよね。基本的に遊びでも死ぬは遊びだ。遊び。俺が本気になる、本気になるの女だけです。あ、これ撮ってます？撮ってない撮ってない撮ってない。よかった。あぶねえ、そういうの。ゲロ入っちゃう、ゲロ入っちゃう。じゃあ女は何？女は遊びじゃないの？だって女出ると楽しいじゃん。楽しいですけど、うん、そこはだから、うん、楽しいの定義がまた変わってくるんですよ、ね、ああそうだね。はい。シーにとって女は何なの？僕にとって女とは癒しですかね。本気じゃないんだ。癒しだ。あ、なるほど。癒されたいんだね、女には。どうなんすか、ね、どこに惹かれるの？僕が惹かれるところですか。女性らしさとか、まあ、女の結構惹かれるポイントは何？仕草ですかね。あ、仕草。はい、仕草は結構。どういう仕草？かわいいなぁと。え、元カノで言うと、うん、やっぱご飯をめちゃめちゃ美味しそうに食べて、うん、ですよね。なるほど。どういうの具体的に？うまそうに食うって何を？綺麗に食べるってのもその一つ。あ、もうもちろん綺麗に食べるんですけど、うん、もう自然と笑顔こぼれちゃってるみたいな。うまくて、はい、素敵すぎるだろ。素敵すぎません？それは素敵すぎるな、はい、あ、それ全然計算とかじゃないっすよ。別に俺らに見せつけようとかしてるわけじゃなく、多分一人で食べててもこうなんだろうなって。この子は一人。あ、わかる。それはすごい素敵な子だ。一人でご飯食べてても美味しかったら笑うんだろうなっていうような子です。それはいいポイントだね。僕はそれがすごい多分一番最初の引っかかりはそうっすね。顔は？その時は顔はどうなのよ。顔は、あ、顔、いや顔は僕は完全にあの 和風な子が。和風な顔好きなの？はい、和顔が好きっす。確かに前の子はその、はい、和風美人だ。和風な感じの丸顔が好きですね。丸顔わかる。丸顔にはなんかすごい惹かれます。俺も丸顔に惹かれる。キツネ顔、タヌキ顔ならタヌキ顔だね。ああ、そうですね。だからキツネ顔とかちょっときつい感じがしちゃうんですよ、やっぱり。目、なんか、キリ系とかはちょっと可愛い系の方が
確かに。そうなんです。で、やっぱり丸顔はなんかすごい可愛いの象徴というか。確かにね。そうだな。あ、可愛い。って思っちゃうんですよ。俺、姿勢がいい人がめっちゃ好きなの。じゃあ一番最初に目に行くの姿勢ですか。姿勢意外に目に行くね。じゃあトータルのフォルムを見る感じですか。なんかね、パッと見た時こいつそんなベーって。ああ。物拾う時とか。腰曲げると言える。女性っぽいその姿勢があるんですか。あるね。前の子はまず姿勢が目に入って、はいはい、めっちゃいい姿勢だなと思って振り返ったらめっちゃ可愛かったから。で連絡先聞いたって流れだったから。姿勢から来てるのちょっと惹かれるっていうのは。どの時の姿勢が一番。座ってる時とかだよね。座って神経しっかりと猫背とかになってないから。その前の子も弓道やってたんで。ああやっぱ。だからこう伸びてる。姿勢いいっすよね。そういう。でも自転車乗ってる時に姿勢良すぎるとちょっと引いちゃう。自転車はすげえ姿勢いい人いるじゃん。あれ女子良すぎるとちょっとそれはそれで。確かに確かに。ちょっとそこまで姿勢良くしなくていいのにってちょっと思っちゃうね。それは少しね。なんだろうなこの。でも確かに、でも人前で姿勢いいことがすごいですよね。あ、そう。そう。しかも姿勢って結構無意識っすもんね。そうなんだよ。だから飯食うのも無意識だよな。無意識の部分が素敵な人がまあ素敵だな。だから無意識に、ね、素敵な部分が出てる人はやっぱり素敵ってことですね。でもだ、女は無意識だな。無意識が素敵な人がいいってこと。そうですね。あと、やべ、大丈夫ですか。マジかこれ。もうなんもない。なんもないっすね。もうどうかの。はい。連絡もない。連絡もないっすね。結婚したいなら元カノみたいな女の子にしよう。そうっすね。元カノの結婚ですか。まだしてないの。その子はしてないっす、うん、けどじゃあまだ戻れるあれはあるんじゃない。僕の歴代元カノことごとく結婚してくんすよ。俺も一緒だ。俺も一緒ぞ。マジでびっくりするぐらい。ら僕の後とかに結婚、僕の後に付き合った人と結婚していくんで。いや本当俺もそうなんだよ。次のターンで結婚してる。はい。何なのかね。いや何なんすかね。本当にびっくりします俺。結構辛くないそれ。何俺を踏み台にしたって思うんですよ。いやでもかそれがダメだったの。結婚したんだって思いますけど、何なんすかねあれは。でもちょっとショックっすけどね。いや分かるわ。悲しいっすよ。だから一人二人挟んでの結婚だったらまだいいっすよね。でも次っすよ。俺もなんだよ。全部その人に負けた気がするわ。まあでもそういうことなんでしょうね。きっと僕らに足りないものを持ってる人と結婚するんでしょう。確かに。だからそれがあるんで、うん、今の元カノに関しては俺結構やっぱ寂しいっすね、うん、めっちゃ気になるし。これはまたあるんじゃないんですか。いやもうないっすね。いやあの結局別れたのも僕が悪いんすよ。めちゃめちゃ悪くて、うん、まあ簡単に言うともう嘘がバレちゃったの、はい、いろんな嘘がバレちゃったんで。同時多発的にバレたと。そうっす。なるほど。ライオン見られ、はい、アライオン見る。まあ、いろんななんか嘘ついてさ、はい、細かいのもそうだし、かっこついてさ、なんかほんとくだらない嘘もそうだし、なんかまあいろいろバレてしまい、なるほど、まあ、信用失い、はい、そっから取り戻そうとして半年ぐらいまあ、うん、付き合ったとかまあ一緒にいて、はい、半年ぐらいか。一回別れてからまた、一回別れて3ヶ月ぐらい空いて、そこからまた信用を取り戻す半年間が始まり、で結局また心が折れたの俺だったんだ。そっか。だから思いを伝えきれなかったんじゃないの。伝えてたの。いや伝えてましたよ。伝えてたんですけど。どうやって伝えたの。だから俺も言ってじゃん前。やっぱラップにして伝えるとダメだっすよ。俺がボイパやるから一緒に行くから元カノたち。俺がボイパやるからお前はラップにして思いを伝えればいい。行こうよ元カノたち。俺横に立ってやってっから。本当に。でやっぱ疑われ続けるわけですよ。一回嘘がバレたら、うん、本当のことを言っても大概さ、それってさ、なんか向こうも分かってくれてさ、
その、なあ、しょうがねえな、みたいな。解消なし、ガーぐらいになって、また、戻ってくるもんじゃん、女の子って。っていうのを期待していましたよ、僕は。そうじゃなかったんだよ。そうじゃないですよ。だから、そういうのは、だから、あらかじめ言われてました。でも、そんなには絶対ならないよ、みたいな。もう一生許さないって言われてました。事前通告があったの？もう、ありました、ありました。じゃあ、ダメだな。私が忘れると思ってるんだったらみたいなのを言われましたね。芯がしっかりした子だね。いい子だよ、それは。そうそうそう、ありがとうございました。お疲れでした。あ、ごめん。あ、ごめん、大丈夫ですよ、大丈夫です。入んなくても大丈夫です。あれだね、ごめん。飯食うの忘れた。はい、いいっす、いいっす。いっぱいご飯食べろ。はい。はい、じゃあねー。何再生ぐらいされてんの？ YouTube。